新型コロナウイルスの感染者は17日までに新たに9万3135人が確認され2日連続で9万人台となりましたこうした中政府は来週から適用される感染対策をめぐって最終調整を行っています中央貿易対策本部の本部長を務めるチョン・ウンギョン疾病管理庁長は会議で 旧正月、ソルナルの連休の影響やオミクロン株の拡大などで新たな感染者数は先週より2倍以上に増えたほか重症患者や死者も増加傾向に転じた流行のピークがいつなのかわからないため医療体制や社会、経済の基本的機能が維持されるよう安定的な状況の管理が必要だと強調しました。 政府は私的な集まりを6人までとする人数制限や午後9時までの営業時間制限を設けている現行の対策について一部緩和を検討していると明らかにしていましたが1日の新たな感染者数が2日連続で9万人台となったことから慎重な姿勢を見せています。自営営業業者らは営業時間制限の緩和を求めていますが 専門家からは、まだ流行がピークを迎えたとは言えないため、対策を緩めるのはリスクが大きいという声も出ています。政府は、感染者数や社会・経済への影響などを総合的に考慮し、18日に新たな対策を発表する予定です。